駅舎反対側と歩道橋の用水店前の大四の津駅舎米子空港に近いため、背丈が低い、旧大四の津駅の腕木式信号機建設中の米子空港駅2008年4月18日撮影。手前側の線路は新線切り替え前の、急線開業直後の駅前与米子空港駅は、鳥取県境港市西の上町にある、西日本旅客鉄道境線の駅である。 妖怪の名前から取られた愛称はベトベト山駅である。境線の開通に伴い大四の津駅として設置された。後年の弓ヶ浜駅、吉駅、和田浜駅が設置されるまで、大四の津村の村民は元より、和田村、咲津村、中浜村、笛駅村さらに、夜見村、彦名村、私村の一部地域の最寄り駅であった。大四の津が、基地。 飛行場の街になっていくのは、1943年海軍航空隊、美穂基地とよかれんができてからである。当時、県内外を問わず、多くの人は、大篠津の飛行場と呼んで、全国的に有名になり、終戦まで続いた。これは大篠津駅が、人的、物的に飛行場直近の玄関口であったからである。大篠津駅周辺や駅前通り沿いにはかつては、 商店や民家、キャバレーまであり、終戦直後は、それなりに賑わっていたという。しかし、昭和50年代に、美保飛行場の滑走路付け替え工事などで、駅以外の建物は、集団移転し、荒れ地となった。旧大市の津駅周辺は、それゆえ、防衛施設庁の管理地となっていた。移転直前期には、駅周辺に、人家は存在せず、2005年度の1日あたり、 利用者数は4人だった。ただ、三保基地で催される航空祭の時は、来場者の利用で賑わいを見せることもあった。三保基地の拡張工事に伴い、当駅は800メートル境港側の新線上に移転し、2008年6月15日に現駅名に改称した。それにより、所在地も米子市から境港市となった。なお、 大篠津の駅名を残してほしいという住民の要望により、隣の三崎口駅が大篠津町駅と解消された。境港方面に向かって、左側に短式ホーム一面一線を有する地上駅。米子駅管理の無人駅。駅の移転当初は、空港ターミナルビルと仮設通路で結ばれていたが、その後の整備工事により、屋根付き歩道で結ばれた。 40人程度が利用できる、駅待合施設が整備されている。2011年1月、自動券売機が設置された。2017年7月24日からは、米子空港内の案内所でも190円区間、240円区間、770円区間の、片道乗車券を発売している。一点前の旧、大四の津駅は、 地上駅で2面2線の相対式ホームを持っていたが、2008年3月15日のダイヤ改正に伴い、列車は駅舎側の単式ホーム1面1線のみに発着するようになっていた。当駅での列車交換停止に伴い、交換設備は隣の中浜駅に整備された。旧大市の通駅は、現在の米子空港駅同様に無人駅だったが、古い駅舎が、 最後まで残されていた。また、境線ではこの先交換可能駅がなく、特殊自動閉塞方式と、スタッフ閉塞方式の境界でもあった。臨時快速港ライナーの停車駅である。1日の平均乗降人員は、以下の通りである。移転に伴い、米子空港の旅客ターミナルから徒歩5分の至近距離となった。途中で、 交通量の多い道路を横断する必要があるため、エレベーター付きの歩道橋を整備している。空港ターミナルまでの通路は、屋根付き歩道により結ばれている。当駅の移転開業前は、隣の中浜駅が、米子空港の最寄り駅であり、旧大市の通駅から空港ターミナルまでは、空港敷地を迂回するため、それよりも若干の時間を要した。大市の通駅に関するカテゴリー。 ありがとうございます。